ました。神社がある。日本橋三越ちゃうのこれ。これがそう。三越食べてんで。三越や。俺もアホやから分からへんけど、はい、百貨店一番古い名門は三越なの。どこなの？いやどうなんでしょう。三越だ。高島屋三越。高島屋でも三越の方がなんかぽいっすね。ぽいよね。なんか銀座三越。いやだから阿部寛さんの主演で。はい。この辺で、あれなんちゅうやつ、なんかあったで、確か東野圭吾の、あー、なんちゃら翼みたいな、そうそうそう、なんちゃらの翼ですよね。おう、多分この界隈で、はいはいはい、ありました、日本橋でした、あれ小伝馬町とか、なんかそんな、はいはい、名前、なんか出てきたよね、橋があって、あ、キリンかな、いやー、キリンの翼ですか、ね、そんなんやちゃうだけ多分こういう人、こう、あ、あれ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 や、これ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 この象でしょ、この、はい、東京来たなそうよね、なんかここでなんか事件があって待ち合わせがどうとか、はい、そんなんちゃうかったっけ、確かだからこっから東海道五十三次始まるんちゃうかったっけ、はい、日本へちゃうかったっけ、東海道五十三次って、はい、それのスタート地点でもですか、確か日本橋、日本橋品川なんとかなんとかなんとかって、最後京都じゃないの、53日かけてってことでしょ、あれ、左です、あれ、あれ、神社左ちょっと一回まだ、ほらすごいやん、ほらもう無理や無理や無理や、え、もうガード巻いて無理や無理や、最後尾無理や無理や、ほら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 、みんなほら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 、もう大失敗や、あ、ここここここ、あ、でも行ける、すごい数ではないっす、ない、行ける、ちょっと待って、思ったほど、ちょっとパーキング探す、並ぶ並ぶ、並んでまあ行けそうな、あ、ここ行く、クエのとこ止める、あ、それいい、無事、東野と、ブレンド君は、小網神社、参拝行ってきました。すごいたくさんの人でございました僕はあの500円玉を、洗いました、それを財布に入れたら1年間効果があるそうでございます。で、もうお土産じゃないですけれども、強運の雫玉盛の銀と銀、はい、これはブレンド君にね、ちょっとこう、はい、夫婦で、すいません、ありがとうございます、私もこれ金、購入させていただきました、でもなんかそれはそれでなんか面白いですよね、はい、こんなに繁盛してたらすごかったすごい、めちゃくちゃ小さい神社でございますけれども、はい、すごい数でございます、ちょっと興味ある方はですね、東京日本橋小網神社にちょっと行ってみてはいかがでしょうか。で、お時間でございます、現在11時20分なんで、はい、ランチなんですけど、はい、じゃあ一応一番人気に出てくるカレー屋さんに今ちょっと電話してみます。あ、いきなり今電話して、はい、それかいきなり行った方がいいですか。いやでも一番人気でしょう、はい、多分無理やと思うんですよねあのはって話で、はい、で急になんかご飯食べながら撮影ってできますかね、はい、A パターンは、はい、いきなり行ってご飯食べながら撮影できますかね、あ、ご自身のテーブルやったら他のお客様に迷惑じゃなかったらいいですよ、はい、っていうパターン、はい、だから入ります、はい、B パターンはやめてください、はい、で帰るパターン、はい、C パターンはやめてください、じゃあ食べて帰ろうか、撮影せんとお疲れでした、はいはい、ABC どれがいいですかそれか電話するかでも
いや A で A じゃないですか多分。電話。A はそのまま行くってことですね。はい、行って。あ、わかりました。ほんで説明して。はい、ほんで行けたら OK。はい。あかんかったらどうします？あかんかったらでもちょっと天ぷらとかも気になりますよね。なるほどなるほどなるほど。はい、じゃあまた次の店探します。すいません。はい、またプライベートで来ますってことですよね。はい。わかりました。じゃあちょっと車でそのお店の方向かいたいと思います。はい。さあ、日本橋京橋、はい、京橋ですか、はい、三丁目のカレー屋さんというお店に行こうと今から思います、はい、一応今ここに三丁目のカレー屋あるんで、はい、ちょっと僕一人で行ってきます、はい、で、撮影食べるところの撮影も OK なら入るということで、はい、ちょっと聞いていきますね、はい、撮影無理なら違う店にしましょう、はい、ちょっと待っててください、はい、行けると思います？行けないと思いますお客様にご迷惑をおかけしなければ大丈夫なんですけれども、はい、喋れない雰囲気ですすごいクラシックかかってて、はい、他のお客さんもたくさんいてるから、はい、あのいいんやけど、はい、カレーの匂いもするけどお客さんもすごくいてて、はい、ほんで自己判断で、はい、やめお互いのためにやめた方がいいなっていうとこだと思います。すごい、その判断できるんですか？できます。すごいな。俺はもう56歳タレント活動もう30年以上やってますから、はい、誰の得にもならない感じがするんでちょっとやめときましょう。あ、なるほど。天ぷらのウオシンさんに行こうと思うんですけど、はい、なんかすごいオフィスビルの4階で、はい、なんかこれほぼ無理やなって感じがすごい伝わってきたんですけどとにかくちょっと聞いていきたいと思います、はい、一旦ね、はい、なんか無理でしょうか感じ、ちょっとそのなんか雰囲気的にはすごい都会の大都会の、はい、一流企業に勤める人たちがちょっとお昼にご飯食べるって感じなんで、はい、浮くと思うし心配しかないんですけど一応聞いてみたいと思います、はい、行ってきます。あの石井さん、はい、あの今お店の方魚心さんのお店の方、はい、お話しました、はい、すごいカウンターのなんかすごい高級な天ぷら屋さんで、いやもう中見えましたけど、ね、はい、無理やと思ってたんですよ、はい、でお店の方に説明したら、はい、お座敷があって、え、お座敷があって、はい、今お座敷お客さんいらっしゃるんで、はい、そのお客さんが終わったら、はい、いいですよっていうことで、あの、はい、行けることになりました。なんか申し訳ないですけど、もう言ってなんなんただ、はい、お店の方がちょっとお昼ですからコースはないんで、はい、ランチでよかったらっていうところで、いやに決まってるんですなんかすいません、もうええって全然神戸垂れないですね今回のランチは東京日本橋で、東京江戸の天ぷらいただきます、はい、高笑い、また高笑いいけた、この高笑い毎回やんけ結局いや頑張るもんやテレビの力ってまだまだあります。まだありましたまだありましたこの後天ぷら魚心さんで美味しい天ぷらをいただきます。すいません、なんか何やこいつ何やこいつ何の言い方すいません、なんかなんかすいません店入りました、はい、特製天丼、はい、2400円食べたいと思います。石井さんどうしますか？同じものを、じゃあ同じものいただきます。わかりました、注文します。はい、来ました来ました、えぐいエグい、うん、ウオシンさん、はい、特製天丼いただきます。3本入ってます。めちゃくちゃ美味しいです。
エビプリプリもちろんのこと、タレが甘くてめちゃめちゃ合います。江戸最高です。ありがとうございます。今日も美味しいもんいただいてます。すいません。ブレンド君も食べてください。めちゃくちゃうまいよ。甘いタレが、うん、うまい、うん、うまい。今日も焙煎するの、うん、毎日してる、うん、時間かかんの、うん、まあでも見てた時に2時間ぐらいで、うん、日本橋、魚市、行ってください。